邸幸次郎さんのお化け長屋をお楽しみください。もし師匠が呪い殺されたら私は女弟子と異端児師匠が禁断の落語に挑む。かませんねー師匠のバカ。二人の行く末はいかに。落語娘師匠ようこそおいでくださいまして誠にありがとうございます。しばらくの間お付き合いのほどを願っておきます。こちらの会は私今日が最後でございまして、長い間いろいろとお世話になりまして、ありがとうございます。こちら9月に私真打ちになるもんですから卒業ということになりまして、でも初め、この会に出ませんかと言われた時にはどうも腰が引けましてね、と申しますのは我々ぐらいのやはりキャリアですと音を全国に流すとか、あるいはこの音が残るというのがどうにも気恥ずかしい、気恥ずかしいどころじゃない、このついていかないもんですから必ず何箇所か間違いがあるんです。間違ったものをこう止める間もなくこうあっとこう全国に行っちゃうもんですからもうどうにもそれが怖いんで、やっぱりこれどうしようかななんというふうには思いました。また全国のお客様が聞いてくださる、これはありがたいんですが、何よりも一番聞くのが仲間内ね。嫌ですね仲間内っていうのは。後から見たよあれ、あんな間違いしてたねなんてことをグズ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 言われるんですね。それが嫌で、どうもこれ出ようか出まいかなんていうことをいろいろと悩んだ時期もございますが、でも実際出てよかったなと思うのは、それこそ世界、日本中にいろんなお客様が聞いてくださって、今まではそんなことはなかった、こういうものに出る前はそういうことはなかったんですが、出るようになってからそれこそ九州であるとか名古屋だとかもう東北北海道行く先々で、あ、幸次郎さんですねなんていうふうに声をかけられるようになりました。こちら見てるんですよ聞いてるんですよというので、いろいろと声をかけていただいて励まされて、嬉しかったですね。また私声をかけてくださる方がまあそれなりに自信もあるんでしょう。皆さん綺麗な人なんです。すんごく美しい人が、声をかけてくださるんです。だからおそらくあれなんでしょうね、これを聞いている、地方の女性の方はみんな綺麗なんでしょうね。いや、かといってあれですよ、今日 ここに集まってる人が汚いってそういう話じゃないですよ。そういう話じゃないんですよ。すいません、最後だからいろんなとこに気使って喋ってますけど、でも本当嬉しいもんで、9月になりますと私名前が健康というふうに変わります。吉田健康と同じ健康という名前に変わります。もしかするとこれが配信される頃にはもう変わっているんですかね。そんなような状況でございますので、またいろんなところへ行きましたら、声をかけていただいて、健康さん見たよとか、聞いてるよとか、あ、健康さんちょっと引っ越し手伝ってとか何でもいいんです。声をかけていただければ私も嬉しく思いますんで、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いを申し上げますが、それにしてもなんでございますね、話の方もいろいろな話、今も皆さんの話を聞いていて、いろんな話がある、笑い話、落語といっても笑い話落とし話ばかりじゃございません。それこそこの人情話、泣くような話から、あるいはだんだん熱くなってまいりますというと怪談話なんていうのは、怪談話というのは今でも人気がありますけれども、これだけ科学が進歩していても人気があって、なんとなく怖いなという思いになりたいんでしょうかね、人間というのは。以前はもう本当に真の闇なんというものがありましたんで、大の大人でも本当にこう怖い、幽霊やなんかいるんじゃないか信じていた、そういう頃があったんでございましょう。その頃のお話でございます。モクさん、モクさん、どうしたい、どうしたいじゃねえやな。聞いたか、今の大家の言い草。だ、腹立ったな、畜生な。ん？ほら、長屋の、空き棚。あそこのところ、物を置いてあるやつは、その道具の数だけ、その、割り目払えって、そういうことを言いやがんだ。それが嫌だったらみんな取っ払えって、そういうことを言いやがんだ。嫌な大家だな。聞いた聞いた。嫌だな。あそこ空いてりゃな。俺たち物を置いてよ。夏冬の入れ替えはできる。重宝なもんだ。俺たちだって何も、あそこずーっと物を置いておこうってんじゃねえんだよ。そうだろ、何か、引っ越し、誰かが越してくりゃ、そら、みんな、取っ払って、そこを開けましょうって、そう言ってんのに、あんな言い草はねえやな。なんだよ。そう思ってんだったらそう思ってるで、なんか言ってくんなくちゃいけねえじゃねえよ。木さんが黙ってるからみんな黙ってなくちゃいけねえよ。
さあさあ、いや、言おうと思ったんだ、私も。言おうと思ったけれども。ね、だけど、私今ほら、ただち三つばかり溜め込んでんだ。ね、そんなとこで変なこと言ってこないよ。なんだお前、ああ、そうか、木さん。お、なんか言いたいのか。よし。言うんだったら、まずただちによ、と。綺麗に収めてもらおうかなんてことを言われると、こっちもね、ああ、ぐうの音も出ないから。うん、まあ、そこで黙ってたんだが。どうだ、あ、一つあそこを、誰も越してこねえようにしちまおうか。越してこねえようにって、そんなことができんの？大丈夫、俺に任したけ。な、あそこが空いてりゃいいもんだ。あ、ほら、洗濯物なんだな。急なこの夕立なんかの時に、タッ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 、中入れりゃそれでいいんだ。うん、みんな重宝に使ってんだ。うん、あそこ俺が開けといてや。ね、どうすんの？ね、どうするっておめえ。ま、おめえがこの長屋の入り口だ。な、あそこを借りようなんてのは、まず、大家さんがどこですかとおめえに尋ねてくるよ。あ、そしたらそうだな。ああ、大家さんは遠方ってことにして、この私をね、この長屋の差配人ってことにする。な。で、まあ私んとこへ行きゃ話はわかるってんで、みんなこっちへよこしまえばそれでいい。ほんと、え、木さんとこへみんな連れてきゃ、それで大丈夫な。大丈夫。万事、いい、任せてき。万事大丈夫だ。うん。本当に？うん、じゃあ任せたよ。恐れ入ります。ごめんくださいまし。ごめんくださいまし。こんにちは。ごめんください。はい。はい。はい、何？あ、恐れ入ります。私、通行の者でございますが、あそこに結構なお借家がございまして、あれをお借りしたいと思うんですが、大家さんはどちらでございましょう？早速来たな、おい。ん？なんでもない。なんでもない。大家さんね、ちょいとね、遠方に住んでるんだ。遠方でございますか？そうなんだよな。あ、いやいや、大丈夫。行かなくても分かるようになってる。うん。ね、このほら、月当たり、四つ目書きの壊れた家、あそこがね、この長屋の差配人、これが古だるきの木部屋さんってあだ名してんだ。あそこ行けばね、みんな分かるようになってる。古だるきの木部屋さん。ま、あそこですか。はいはい、かしこまりました。あ、どうもありがとうございました。こんにちは。恐れ入ります。こんにちは。古だるきの木部屋さんのお宅はこちらでしょうか？恐れ入ります。古だるきの木部屋さんのお宅はこちらでしょうか？驚いたね。いや、陰で言われてんのは知ってたんだ。面と向かって言われたら初めてだ。はいはい、開いておりますからどうぞ。失礼をいたし、どうも、私通行の者でございますが、長屋の入り口の方に聞いてまいりまして、あそこに結構なお借家がございます。あれをお借りしたいと思うのでございますが、敷金、礼金といったものはどういうことになっておりますでしょうか？ああ、そうですか。はいはいはい。なんです。見ました。見てない。まだ見てない。ああ、そうですか。いや、すぐにご案内をしても、か、まあ、構やしないんですがね。ただ、この間取りはうちと大して変わりませんで。入って2畳、4畳半。ああ、奥に6畳ございます。庭もついておりますし、造作も残らずついて。日当たりもよし、誠に住みいいうちでございますよ。ああ、さようでございますか。敷金、礼金という。ああ、ああ。ま、ああいったものは何でございますな。ああ、どうせお出になるときにまたお返しするものでございますから、いえ、いりません。はあ、さようでございますか。それは助かります。ありがとうございます。となりますと、タナチンはいかほどに。あ、タナチン、家賃。はいはいはい。うん、タナチンね。はい。いらない。ああ、いえいえ。うん、そうですね。いりませんね。いやいや、タナチンでしょ。いりませんよ。で、どういうことで、いやいや、いや、あなたが住んでくださるなら、喜んで、いりませんよ。話が見えないのでございますが、どういうことで。いや、まあ、そりゃ、これだけ世知辛い世の中、あれだけのものを建てといて、ただ貸そうという茶人はございませんで、これには訳がございます。まあ、越してきてから、あんなことがあるならなぜ、あの時に話をしてくださらなかったのかと言われるのもなんでございますので、お話をいたしますが、そこでは話が遠いので、お上がんなさい。お上がんなさい。
と失礼をさせていただきます。はい、どういうことで、はい、話をすれば長くなりますが、あれは今を去ること3年ばかり前、あそこに30をちょいっと過ぎた御家さんが住んでおりました。気量のいいところからとても30を過ぎているようには思えません。俗に男やもめにうじ、女やもめに花の例え、タナチンだけでも持たしてくれ、暮らし向き一切面倒を見よう、言い寄る男はたくさんにおりましたが、男はせんので懲りておりますからと身持ちも固い、長屋の使い走りもする評判もよし、あれで花嵐時分とでも申しましょうか、雨風の激しい晩に賊が入りまして、泥棒が、まあ女一人つましやかに暮らしておりましたから、いくらか品物はあったんでございましょう。泥棒そいつを荷物にまとめてどっこいしょ逃げようとする、ひょいっと見ると買い巻きを口元まで引き寄せて、すや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 眠っているこのおかみさんの寝姿に泥棒ムラムラムラっと来たてえやつで、荷物を一旦そこへ置くと、おかみさんの胸元へすと手を入れました。おかみさんは胸苦しいのでパッと目を開ける。雲をつくような大脳の子、ドラバーッと叫ばなければよかった。泥棒も我が身が可愛い、懐に飲んだ合口でもって肩先へ切りつける。ギャッと言って逃げるところをタムサーつかんで引き戻し、こう来たやつが父の下、いわゆるこれが致命傷。おかみさんは虚空をつかんでばったりとその場へ倒れる。泥棒はそのまんま随徳寺。あくる朝、朝起きのおかみさんが起きてこない、これはおかしいと、長屋の者一同立ち会いのもと、入ってみて驚きました。六畳一間、血の海という。身寄り頼りはないと聞いておりましたので、糸村井は長屋中で念頃にいたしました。しっかり掃除をする、貸し屋札を斜めに貼る、ああいううちでございますから、すぐに借り手はつく。越してきて一日二日は何事もない。三日四日と経つうちに、雨などがしと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 降る晩がございます。私、なんだか話が見えてまいりましたので、これで失礼をいたし、まあ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 、供養のためだからおしまいまでお聞きなさい。宵のうちはにぎやかだが、夜もしんしんと吹け渡る。どこで打ち出すか園児の鐘が、院にこもってものすごくも、ゴンとなります。お仏壇で瓶が一人でにチーンとなる。障子に女の髪の毛の当たる音がさら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 。六畳と四畳は愛の襖が音もなくツツツツツツッと開きます。開い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 て、なんだろうと思ってひょいっと見ると、殺されたおかみさんの幽霊、緑の黒髪を泥に乱し、これからこれへ血緑血が、越してきた人の顔を見て、ケタケタケタと笑います。笑ったかった。あなた、よく越してきたわねえと言いながら、冷たい手で、ダーッ。おびっくりした。なんだ今の野郎。おい、モクさん、どうなってる？いやいやいや、今の野郎、うちの前カーッと前、果たしてわっと駆け出してったけど、どうしたい？あ、いやいや、追い出してやった。追い出してやったってどうしたの？階段話をしてやった。階段話？ああ、もうね、いやいや、いや、今やがったけど、階段話したらあの野郎は臆病な野郎だな。どんな階段話？いや、どんな階段話って。うん。まあね、あの、秋棚だ。あそこへ、3年ばかり前に、
30をちょいっと過ぎた色の白い御家さんが住んでたてえのが話の始まりだ。のり屋のばあさんだったよね。話だよ、わかんねえ野郎だな、この野郎。うん、そういう話は私がこさえたんだな。あ、散々にこのお話をしていって、しまいにはこの、そのおかみさんが殺された幽霊が出るってところ。は、幽霊をはーっと出しといて冷たい手。あ、濡れ雑巾になった。こいつでもって野郎の顔、シャーやった、まあまあ、ああ、臆病な野郎、キャーってんで、まあ、セミみてえに飛び上がって、そのまま、下駄も吐かずに逃げてっちゃった。うん。いやいや、その時にな、財布落としてったんだから。いや、大して入っちゃいねえんだけども、これで二人で寿司でも食おう。なんだおい、寿司食えんのおい。いいな。じゃ、また誰か来てもここへ言うの。おお、もう驚くんじゃねえか。みんなここへ連れてきな。頼んだよ。ドラゴンデイ、ドラゴンデイ、ダウン、いるかい、誰もいねえのか、知りたいだか、気付けんぞ。危ねえな、この人。はいはいはい、なんとかす。ああ、いたいたい、いるんだったらさっさと出てくるから、気をつけ。よしよしよし。あそこあれ、空き田なんだ。あれ、ちょっと俺借りようってんだけど、大家とかにいる。そうですか。大家さん、ちょいと、遠方でございまして。遠方、どっちゃなんだか。どっちゃなんだ。いや、どっちゃなんだ。いや、どこに行ってるかわからないんです。いい、大丈夫でございます。行かずにも分かっておりまして、この月当たり、四つ目が昨日壊れた。あそこが、この、長屋の差配人でございます。古だぬきの木兵衛さんってあだ名されてる。あそこへ行けばみんな話がわかるようになってます。何を？古だぬきの木兵衛。嫌な野郎だな。あ？何があってそうだろう。こんな小汚ねえところによ。古だぬきだの、なんだの、差配人だの呼ばれるまで、わっているんだ。まあ、大したことはねえな、それな。そんなに悪く言うんだったら、この長屋は越してこなくたっていい。で、バカこの野郎。俺だってな、おめえ、こんなところおめえ、住みたかねえやろ。まあ、腰掛けた、腰掛け。女がな、出てくんだよ。ああ、出てくるったってこれじゃねえ、おめえな。ああ、あら、おめえ、いい女なんだ。うん、これおめえ、年が明けてよ。俺んとこへ来んだ。だけど俺、今ほら、俺だろ、親方んとこに居候だもの。な、女が来ておめえ、二人で居候ってわけにはいかねえ。まあ、腰掛けにどっか今探してるって話だ、おめえ。いい女だぞ。だろめ、こう、井戸端あたりでこう、うわーっとこう、ほんとにいい女なんだ。それてめえ、この野郎、色目使ってみろ、この野郎。ただお金ぞ、こんちくしょう。そんな怒られても困る。まあ、向こうで聞いてください。悪かったな。ありがとうよ。タルモグタルモグはいタルモグ安直な人が来たね、この人。はいはい、空いております。なんです。おい、いたいたいた。入り口の野郎に聞いてきたんだ。あそこの空き田なんだろ。あれ俺が借りようってんだ。あれ、どうなってる？おー、さようでございますか。行きました？行かない？ああ、そうですか。いいえ。うちと間取りは変わりません。はい、はい。2畳、4畳半。あ、これ6畳ございます。そうです、ついております。ええ、庭もございますし、日当たりもよし、まことに住みうちですよ。おお、なるほど、いいな。二人で暮らすにはちょうどいいやな。お、敷金、礼金ってのはどうなってる？ああ、ああいうものは後でお返しするものですから、いりませんよ。えらい。そうだよな。そうだ。どうせ返すんだからな。なぜ取るんだって話だよな。そうだよ。みんなに言ってやる、そういうことな。あ、そうだよ。この野郎。あ、そういうのは取らねえけれども、タナチンはタゲ、そういうこと言ってんだろ、この野郎。タゲこと言ったら、ただお金ぞ、タナチンいくらだい。うん、タナチン。タナチンね。いりませんね。何？いりません。決めた。よし、俺引っ越してくる。な、掃除して待ってろ。わかったら。ちょっとお待ちなさい。ちょっとお待ちなさい。このせちがらい世の中に、あれだけのものを立てといて、ただ貸そうという茶人はございませんね。これには訳がございます。ああ、合ってるよ。出るんだろ。出るんだろ。わかってない。そういう話があるんだ、方々でな。また出るから空いてるってのは、わかってる。出やしねえんだから、いや、わかってる。俺越してくるから、掃除して待ってろよ。いやいやいや、うちは本当に出るんです。いいんだよ。掃除して待ってろっていうの。いや、でも、出るんです。いや、出るんです、出るんですって。出て構わねえから、掃除しとけっての分かったな。ちょっとお待ちください。いや、これだけは、大家さんの方から話をどうしてもしてくれろというので、お話をいたします。おぉ、しょうがねえな。これ聞かなくちゃ、住めねえの、ここへ。いや、じゃあね、聞いてやる。どんな話で？そこでは話が遠いから、お上がり。わがんなさい。
飯食ってねえのかこの野郎。なんなんだよ、ウェイ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 ってのお前、あ、もっと元気、食ったんだろ食ったんだろ食ったんだったらもっと腹からグッと声出す、わかんないって声言う。いや、それ、いや、それじゃあもう何もない、わかんないって言ってごらん、わかんない、おお、それでいいよ、それでいいよ、それでいいよ、あの話手短かりな、あ、俺嫌なんだ、俺もうすぐに越してきてんだから分かってんな、ダラ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 喋んじゃねえぞ、手短かりな、頼んだぞ、うん、どうせ。ではお話をいたしますが、話をすれば長くなりますが、人の話聞いてねえのかこの野郎。手短かりっつってんだろこの野郎、なんで長くすんだお前、短くしろよ。あれは今を去ること3年ばかり前、本当には頭悪い野郎だな、てめえ短くしろっつってんだろ俺、きゅっと3年前なら3年前でいいだろうよ、なんで今を去ること3年3年前なら3年前3年前そうなんだよ、どうしてあそこに、30をちょいと過ぎた色の白い御家さんが住んでおりました。気量のいいところからとても30を過ぎているようには思えません。そうなんだよな、女ってのはそうなんだよな、気量がいいとさぐーっと若くなんだよ、あ、俺とほら一緒になる女、これがまた俺より年上なの、年上なのだけどもね、ぐーっと下に見えるんだ、これはとか連れてこようか、今そういう話じゃないので黙って聞いていてください。俗に男やもめにうじ、女やもめに花の例え、いい夜男はたくさんにおりましたが、いるよそりゃいるよ、そういういい女がいるんだろ、そりゃいい女だけ男じゃねえやな、そんなもんな、おめえもいいよったろ、あ、でもダメだな、こんな小汚ねえところに古だるぎだろなんだろ言わな、言われるぐらいじゃこれ銭がねえもんな、そしたら暮らし向き一切面倒見ましょうなんて言えねえもんな、あ、じゃああれか、芋洗いましょうとか水汲みましょうなんてことやって、でちょっと帰り際にチロッとなってお尻触ろうと思ったろこの野郎。思いません。いや、やったかやらねえかじゃねえ、思ったろっての、ちょっと触ったり したいなって思ったろっていう。男なら思うぞ。思ったろ。思わねえのかこの野郎。思いました。ほら思ったんだよね、スケベな野郎だな、この野郎。そうか、うん、それからどうして。やりにくい人だな、この人。うん。まあ、女一人つましやかに暮らしておりました。あれで、花嵐自分とでも申しましょうか。雨風の激しい晩に賊が入りまして、泥棒がこの長屋に素人だ。ああ、その泥棒は素人、さあそうだ、こんな小汚ねえところに入ったってしょうがねえもんな、 あこの長屋から出たってなら分かる、いやそういう話じゃないよ。なんなんだ、賊が入りました。泥棒を荷物にまとめてどっこいしょ、逃げようとする、ひょいと見ると貝巻きを口元まで引き寄せてすや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 眠っているこのおかみさんの寝姿に泥棒ムラムラムラっと来たてえやつで、荷物を一旦そこへ置くとおかみさんの胸元へすと手を入れました。おっぱいぐっとい、え、いや、で、やだ、やめて、いや、いいじゃねえか、そんなことはやめて、いや、俺、な、そんな、やめて、うわ、う、どい、いや、前に出てこないでください。そういう話じゃないんです。ここから出てこないでください。違うんです。おかみさんは胸苦しいので、パッと目を開ける、雲をつくような大脳の子、ドロボーと叫ばなければよかった。泥棒も我が身が可愛い。懐に飲んだ合い口でもって肩先へ切りつける、ギャッと言って逃げるところをタブサー掴んで引き戻し、こう来たやつが土の下、いわゆるこれが致命傷。てめえがやったな、この野郎。てめえがやったろ。そうじゃ、そうじゃなきゃ、こうしといて、こうして、ギャッ、こうして、こう、すっかりこれやったもんじゃなきゃわからねえじゃん、この野郎。一緒に消させてこい。違うんです。違うんです。こうして、こうしたんじゃないかなと思って。この野郎はめ、さ、人の話聞いてねえな、この野郎。手短にやれっての、わざわざ、ふんにゃふんにゃ、ふにゃふにゃ喋りやがって。で、早い話が、3年前にいい女が泥棒に殺された、これだけだろよ、お前。
まあそうだね、うん、そうだったらそうやれよお前。だから3年前にいい女が泥棒に殺された、これでいいんだよお前。3年前にいい女が泥棒に殺された、おお、それでわかんだよ、うん、それからどうしたい。泥棒はそのまんま追徳寺、おかみさんは虚空をつかんでばったりと倒れる。あくる朝、朝起きのおかみさんが起きてこない。死んでんだもん、しょうがないよ。いや、みんなわからないんです、まだそういうことは。おかしいな、と、長屋の者一同立ち会いのもと、入ってみて驚きました。六畳一間が、あっちの海という。野郎、ほんとにわからねえ野郎だな、この野郎は。さっきからその、入ってみて驚く、血の海と、その喋り方をやめろっつってんの、俺。ああ、わからない。ちょっとやるまい。おかしいな、ガラッと開けたら血がべったり。これでいいんだよ。いや、それは面白い。何が面白い。やってみる。ガラッと開けたら血がべったりってやってごらん。おかしいな、ガラッと開けたら血が、ガラッと開けろよ。なんでそういうとこ横着すんだよ、お前。ちょっとやるよ。おかしいな、ガラッと開けたら血がべったり。ああ、それでわかんだ、それ。それからどうしたい。ああいううちですから、すっかり掃除をして、貸し屋札を斜めに貼る、すぐに借り手がつく。一日二日は何事もないが、三日四日と経つうちに、雨などがしと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 降る晩がございます。痛い。何するんですか。何す、口で言ってわからねえから手が出んだお前。ハミなどがしとしと、それをやめろっつってんの俺は。うん、越してきて3日目雨、それでいいんだ。越してきて3日目雨、違う、越してきて3日目雨、越してきて3日目雨ってこう元気よくやれ。越してきて3日目雨、そうやりゃできんじゃねえか。うん、それからどうしたい。酔いのうちはにぎやかだが、夜もしんしんと吹け渡り、どこで打ち出すか園児の鐘が、院にこもってものすごくゴーンとなったな。お仏壇で輪が一人手にチーンとなります。早口になったろこの野郎今。この野郎俺にチーンって言われねえと思って、この野郎今早口になったのかっつか。やだなお前、そういうの言いたいんだったらそう言いなよお前。言わしてやるよ、言わしてやるよ。もう一回やってごらん。お仏壇で輪が一人手にチーン。あなた今言わしてくれ。それ騙されちゃうんだお前すぐにね。そういうのダメだよ、続ける。障子に女の髪の毛の当たる音がサラ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 。そらそうだ、女の髪の毛サラサラだ。これ坊主だったらツルツル、そんなことだと。四畳半と六畳愛の襖が音もなくツツツツツツッと開きます。ツツツツツツッと音がしてんじゃねえか。音もなくだったら音もなくやんなよお前。四畳半と六畳愛の襖が音もなく。おい、されねえされねえされねえ。それからどうしたい。おかしいな、ひょいっと見上げると、殺されたおかみさんの幽霊が緑の黒髪を泥に満たし、これからこれうち緑違い、越してきた人の顔を見てケタケタケタと笑います。あら、笑うのいいよ。俺笑われるの好きなんだ、昔話し方だったから。あ、そう。あなた、よく越してきたわねえと言いながら、冷たい手で、あっ、何しやがって、てめえの顔洗って出直してくって、じゃあ、じゃあ、引くとかな、じゃあな。あー、ちょ、こんなこと頼む、雑巾絞っときゃよかった。あー、じゃあ、ちでえな、ほら。おい、木さん、どうしたい。え、何が、何があって、今の野郎。うちの前、口笛吹きながらこう、大手を振ってこうって書いてったけど、階段話、もう一生懸命やった。階段話一生懸命やったのにダメだ。まるで聞かねえの。まるで聞かれて、もう一生懸命、みんな混ぜっ返されちゃってダメなんだ。ダメなんだって、だって、ちゃんとあの、
冷たい手なんてやったんだって、やった。一緒に冷たい手ってやったんだけど、あべこべにひったくられちゃって、見ろこの顔、おめえ、雑巾でカーって絞られちゃったんだ。どうすんだ、どうするってなぁ。もう、タナチンも何にもいらねえって言ったから、二人で払おう。やだよ、俺だよ。なんで払わなくちゃいけねえんだ、おめえ。じゃあ、その野郎、お前、財布なんか置いてかないな。財布、ああ、さっきの野郎の持ってっちゃった。